はい、皆さんどうも、コメット&ミントです。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではスーパーマリオアドバンスですが、前回7-2クリアしました。で、終わったと思ったんですが、ちょっと追加要素があったので、今回からは番外編ということで、ちょっと番外編でやっていきますね。で、なんかこんな、ヨッシーチャレンジってのがあるんだね。なんか、各コースに2個ずつあるのね。で、なんか、赤コインと、ポンプしてないと、出ないらしい。調べたら。調べたよ。思いっきり調べたよ。なんなら今、見ながらやってるよ。攻略を。ははは。そうでもしないとやってられません。これを攻略なしでさ、するのは、私には無理だ。わおー、わおー、わおこれがね、結構大変なのよ。撮ってる。あ、点滅してんの。ここだよね。間違ってたら巻き戻せばいいんだよ。違うな。違うな。ここか？わおー！これは、めっちゃ気づきにくいわ。攻略見ながらでこんな感じか。こりゃ攻略見なかったらきついぞ。あーぶんな。ミスしたらダメらしいから。ミスしたらダメなんだって。巻き戻しができるから助かるよね。これ巻き戻しできなかったら地獄だぞ。どんどん行こう。ここに入って、これを取って、ちょっと上ら辺だって、この辺かな。あった。気づかんかった最初。いいね。一応1アップはすると。まあまあまあ、ここは取ってるんでね。なんか、赤コイン取ってないと、ヨッシーのチャレンジのヨッシーの弾が出ないって書いてあった。怖いわ、おめえ。はい。何してんの？わおー！よいしょ。よいしょ。よいしょ。イェーイ！コースクリアはい。というわけで、今回はここで終了です。次回も頑張りますので、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。